今日は全日本ラリー開幕戦の三河湾ラリーにやってまいりました。なんとレーシングスーツです。参戦します。車はハイエースです。ハイエースね、3台出ると。今までハイエースのラリーに、まあ、はっきり言ったらあんまり前向きじゃなかったんですが、同じ車が3台出るとなったら、そこでは僕的にはモータースポーツ成立なんです。だからそういう楽しみ、魅力を感じたんで、もうぜひ乗せてくれという形で、今回参戦します。すごいコースなんでびっくりしたよ。もう大変です。安全運転しないと本当に死んじゃいそうな道だったんで、もう危なそうだから、もういっぺんに頭真っ白になっちゃいましたよ。疲れた。長いんだもん。でもちょっと初めて山走りましたけど、ディーゼルでやばい、速いコース自体コース楽しいですよ。ダメだよ、今すっぴんなんだ。あ、ダメだ。胃腸炎に負けないで頑張ります。レッキーめっちゃ狭くてガードレールが寄ってきたんですよ。怖くないですか？やめてください。内輪差でやってしまいました。今までこのエリアのレースは、ラリーは新城ラリーっていうのが長い間続けられてたんですけども、今回は新城からちょっとスライドして三河湾ラリーという形で、なんか主催クラブとか基本的には変わってないらしいです。コースがめちゃくちゃ狭いんです。どのぐらい狭いかっていうとね、教習所の S 字とクランクが延々と続くぐらい、もう本当に冗談抜きでそのぐらい大変なコースです。車のポテンシャルもタイヤも上がってるんでかっこいいですね。なんでちょっとスピードはもちろん上がっちゃうと思うんだけど、気持ちよくならないっていうのがテーマです。気持ちよく走り攻めていくとやばいと思うんで、もうとにかく、死んだふり作戦とも呼びますけども、とにかく抑えていくと。ちょっとね、今までね、客観的に言うとこういうこと言ってるやつお前どうなのっていうふうにしか思ってなかった私ですが、やっぱり完走するっていうのは重要だし、SS1 からだんだん様子を見てって、でできる範囲で、まあ、この前俺初めて乗るしね、分かる範囲でだんだん確実にペースを、上げていくというのが今回の僕のテーマです。まあ、中にはね、スパニーシューラっていうね、僕が何度も走ったことあるコース、まあ、逆走なんですけどあります。だからそういうところではやっぱり一応サーキットドライバーとしての、ちょっと光るところが見せられたらいいなとは思ってるんですけど、まあそのタイム的な問題だけじゃなくてね、自分自身で納得のいく走りが、ラリーができるかっていうことが今回のテーマなんで、応援よろしくお願いします。今年、この蒲郡で、始まります。とにかく、年間ですね、若いメンバーも今年盛り土チャレンジということで参加いたしますし、もちろん皆さんずっと応援いただいたレジェンドの方々、そして、ああいうクラシックカー、とにかく車好きにはたまらない、2、3日になると思いますので、とにかく沿道でもどこでも結構ですので、皆さんの熱い声援よろしくお願いをしたいと思います。この3台のハイエース、実は3台ともかなり仕様が違うんです。このキャストレーシングの2台、これが1号車、こっちが2号車で、この1号車には北見選手がずっと乗ってて、
激しい走りでもう世界で有名になっているハイエースがこれです。でこの車が一番すごいのかっていうとそんなことはなくて、この車は両側スライドドア、まあ中身はねこんな感じですけどね、タイヤは052です。でも2号車は片側スライドドア、重量的にはかなり軽いらしいです。エンジンも結構高回転が回る仕様になっているようです。あとはそうこいつ 青と黒、これねトヨタ車体って書いてありますよね、トヨタオートボディ。要はねハイエースの開発および製造をしている会社の車なんです。要は簡単に言うとワークスカーです。トヨタ車体として、ラリー参戦する目的ですけれど、開発から生産まで一貫してやらせていただいておるものですから、このラリー活動を通じて、人作り、まあ、もっといい車作りにつなげていきたいと思ってます。この車はディーゼルターボなんです。しかも AT なんです。なんで、かなり仕様が違います。でディーゼルターボでそれで両側スライドドアなんで、まあ、重量的には多分かなり重たいと思います。なんだけど、こっちが NA の 2.7 リッターかな、ディーゼルターボの、威力っていうのは相当あると思います。マニュアルとオートマの違いの方がでかいかな。トルクは圧倒的にこっちの方があるんで、コーナーの出口は有利ですけど、入り口オートマなんでエンブレも効かないし、だその辺のこうライン取りとか組み立てが昨日一日必死で練習した。大井さん新人なんですけど。新人？サーキットみたいにあってこう詰めた走りをしないでタイム出すのがラリーなので、だからもう全然手抜きで死んだように走るって言ってたけど、それが実は大正解で、でも大井さんの中にあるこうスピードのなんていうんだろう、持ってるものっていうのかな、感覚はあるんで、それで。いいんじゃねえかなと思います。まあどちらにせよ負けたくない。今日の目標は、まあ、いつもと同じなんですけど、無事に帰ってくるが最優先で、今回特に今までね一番道が狭いかもしれないんで、昨日も歴車ぶつけちゃって、なんかちょっとねハイエースで全日本のコースって1年以上ぶりなんですよ。思ってるより奥目で切るとかそういうの意識しないと、早く切っちゃうともう大体後ろを乗り上げたりとか、昨日もそれでぶつけちゃって、特に怖いなとかビビってるとすぐそういうことやっちゃうんで気をつけます。大井さんにどれぐらい勝てそうか。いや大井さんなんだかんだ言ってなんか100か0かみたいなとこあるじゃないですか。なんで抑える抑えるって言ってるんですけど絶対に無理だと思うので、ちょっとめっちゃ速いか私みたいに横ぶつけてくるかどっちかかなって思ってます。ハイエースもこれだけできるんだと見せつけてやろうというところから始まったのがきっかけで、まあ、実際キャストも製品も、販売につながっているところもあるので、すごい認知が上がってきて、まあ、ハイエースユーザーは私もみんな喜んでくれているのですごい感謝してます。まあ、大井さんとは板倉さんの紹介で会わせていただいて、まあ、それ以来仲良くさせていただいてるんですけど、ラリーになかなか興味を持っていただけなかったところが今回乗っていただけるということで楽しんで乗ってもらえればいいなと、はい、まあ、できれば完走していただきたいところですけど、まあ、ハイエースユーザーもですねユーザーさんたちも大井さんのファン多いので大井さんらしい走りをしていただければみんな楽しんでくれるんじゃないかなと思ってます。今日の意気込みは一言でどうぞ。口の上に痛いです。頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ってください。それではスタートします。3、2、1スタート。ドライバーは北見高弘選手、このドライバーは浦正選手です。おはようございます。おはようございます。今日の一言でどうぞ。やってやります。
やってください、お願いします。ゆうじま、ゆうじます、頑張ってください、はい、ありがとうございます。やってください。それではスタートします。3、2、1、スタート。76番キャストレーシングマルトコハイエース01、ドライバーは大井孝之選手、このドライバーは植草博正選手です。おはようございます。大井隆です。今日の1分の一言でどうぞ。今日は感想ですよ。感想できるように着実に僕らしくなく走ろうと思います。僕らしくなくですね。頑張ってください。頑張ります。応援してください。頑張ってください。それではスタートします。3、2、1、スタート。1分0秒8で1分009で59秒4です。うっしゃー。うっしゃー。怖くてしょうがなかった SS1 がなくなっていただき、SS2 ジムカーナーコース、SS3 サーキット逆走だけどサーキットっていう大井隆にとってはとってもありがたい、環境の SS2つ。一応ハイエースの中では一番速かったぞと。まだ板倉のタイム切ってないか。なので、次は林道コースなのでどうぞみたいな感じです。はい、タイヤが温まるまでっていうのは気をつける必要はもちろんあるんだけど、なかなか、あそこはウェービングとかしていいってことなのね。そうですね。あ、TWZ だったっけ。うん、タイヤウォーミングゾーンですか。おー、はい、タイヤウォーミングゾーン。お疲れ様です。アナウンスあります。はい、
ゼッケン31番が、はい、三河湾スカイラインに入るジャンクションの、はい、先に 300m 先、はい、右側寄りで車止まってます、はい、左から抜けられるそうです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。5 4 3 2 1。ステージも私ぶっちぎらせていただきました。絶好調。何のためにテープ貼ってると思ってんだ。ああもう白い方見て入っちゃったってことにしてる。どうでした？ただい無事。怖かった。楽しめた。楽しかったです。全然登りがね、久しぶりにあの洗礼に会いました。全然登らなくて、いや下げると眠っちゃって、上げると失速してっちゃって。おいさんとはどうだったのかな、結果分かってんの？ん？結果はどうなの？ SS おいさんぶっちぎりで速い。マジで？うん。へぇ、多分ね、おいさんの車すごい合ってると思う。 あっちトルクすごいから、でおいさんああいうハイスピード絶対得意だし、車とドライバーがめっちゃ合ってる気がする。あすみちゃん苦手なと SS はどこでしょう？え？苦戦したとこ。苦戦、全部って言ったら怒れ、怒れますよ。まあ失敗もしたけど、ここに帰ってこれたっていうのがまず大事です。でハイエースの操り方がどんどん上がってたんで、なんかハイエース楽しいみたいな状態になってます。はい、やれる人でした。やっぱりやれる人でした。すごかったです。どんどんどん、はい、まあ、乗っててそんな怖くもなかったし、安心して乗れる。いや、ね、まだ多分、100% の力出してないと思いますけど、一応抑えていこうかって。帰ってこれました。ちょっとね、今もやってるけど、デブがちょっと2号車の方が新しいんで、効きが良くていいので、こっちちょっといまいちダメなんで、今ここで急遽交換です。ちょっとデフがやっぱり効きがね、いまいちなので、1台あるんでね、効いてるやつがそっちにちょっと今チェンジで行こうかな。前回くれますよ。
知人だな。はい、トラブルが発生してて、はい、今スタート遅れてます、はい、止まってますので、はい、ちょっとお待ちください。わかりました、はい、しばらく待ちそうな感じですね。ちょっとかかりそう。多重で出てるんで、はい、多重でそのポイントで、でなんかコース不全塞いじゃってる車もいるみたいで、うん、まあ、キャンセルかな。可能性は否定できないですけど、うん、オープンだしな。僕ここ自信がないからキャンセルでいいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしょう。もうなんか山がキャンセルになっちゃって、お2回ともキャンセルで残念だね。ただいま、はい、入りました。どうでしたか。午前より楽しかったです。お。ちょっと危なかったらしくて。踏めたので楽しかったです。おめでとうございます。レワン完走しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。レワン何ハイタッチしてんの。完走したから。最後なくなって赤旗見て絶対キャラさんとキャラさんとおじさん絶対ニコニコだよね。ニコニコだよね。Day 2です、今日は、まあ、スタート順番も変わってなかなか楽しいラリーができそうで、この2人を。おはようございます。やってまいりました。やってきました。2日目、僕は D スポーツの前でスタートします。ああそう、僕は大江さんの後ろでスタートします。私は北見さんの前でスタートします。仲良しですね。ちょっと今日は細い道多いんで、ちょっといけるかなと思いきや苔も多いんで、我々電車になっちゃうの辛いかなと思いきや、どんなところでしょうか。しかもあのブレーシングのひどいところあるでしょう。ありますね。もう今日は死んだふりです。 Day 1が終了した時点で板倉さんに1分、北見さんに1分30秒というリードをしていた私、ちょっとねこれはそろそろ空気を読まなきゃいけない感じなのかなと本気で心配してました。ところがスタート。
狭い林道コースの SS が終わりました。まあこのぐらい落としてても北見さんと同じぐらいだろうと思ってたら1分以上ちぎられました。あのコースでバカじゃねえのって感じです。北見劇場の始まり始まり。あんな狭いコースでもうびっくり参りました。と言いながらね、SS2 つともちょっとペースノートロストしてしまったりとか、もう有視界走行からあとはちょっと危なそうなグレーチングがいっぱいあるところはもう車を大事にいたわるためにもうほぼ一時停止みたいな状態で走ってたんで、まあ遅いだろうなと。ちょっとその辺の、ストレートではもうちょっとスピードを上げて走れば問題ないのかなと。ということで、2回目の2本はまあこのぐらいいきゃ少なくとも板倉レベルでは走れるだろうと。1人2ところが北見さんに20秒、板倉さんにも12秒やられちゃいました。林道の最終 SS13 ですね、豊川宮地山2、ここも11キロ弱の SS なんですけども、的には結構いけてたつもりなんですが、北見さんに20秒で、板倉のはどうなのかなって思ったら名前がない、どうしたのかなと思ったら北見さんよりも上にいたんです。コンマ5秒北見さんに勝ってたと。俺は2人の20秒遅れ。これにはねちょっとショックを受けました。もう板倉選手をねラリードライバーとして認めざるを得ない状況になった感じです。そして最終 SS は絆2、まあオープンクラスはね絆1がねキャンセルになってしまったんで一発勝負の最終 SS となりました。ちょっと木をてらって二足発進してるのかな。でしたっけ。さあ後ろを滑らせてターン完了。そして切り返し、わあ、4番ですよね。
手、そしてコドライバー、おーっと接触だー。全くお恥ずかしい限りなんですけども、これにはね一応訳があって、デッキがねウェットだったんですよ。ドロンコで分かんなかったんですけども、最初のあの左ターン、8の字みたいに使うターンのパイロンっていうか、あの水タンクが舗装の上に置いてあったんですね。だからいい感じで、アングルがついてよっしゃーと思って進入してったら、手前でククってグリップしちゃって、でパイロンに当たってしまったと。その先あのなんかお釣り食らったような動きをあの外周ではしてたんですけども、あれはあそこからあのアクセル踏み込んでパワーでグワッとつないでいこうと思ったら、意外にねキャストレーシングハイエーストラクションがあるんです。まあパワーがないという言い方もあるんだけど、その中ではトラクションが結構あるんです。なのでグリップしちゃって、アンダーメになっちゃったと。2回目のねあの8の字ターンのところは、まあ、まあまあうまく決まったかなと。まあ順位はともかくとして完走しました、全日本ラリー初完走です。しかしサーキットとかあの2車線ちっとも速くなかったやつらが、なんで1車線がそんなに速いのよと。これがラリーの七不思議じゃないんです。これはねペースノートの差です。コドラのレベルの違いかっていう風に考えられそうですけども、ペースノートっていうのはそもそもレッキで、ドライバーが読んでコースを読んでって、それを控えていって、で、本番の時にリプレイしてもらうと、再生してくれるというのがまあコドライバーの仕事なんで、そもそもやっぱりもっともっとね、ペースノートを作り込まなきゃいけない。大事な情報、必要なコースの状況っていうのを、俺がうまく、残せていなかったというのが、まあそのペースノートがうまくできてなかったっていうことなんですよ。まあでもね楽しめました。3台いると本当に勝負を楽しみながらプラス1台で会えたらと思いましたけども、みんなでね勝った負けたって言いながら勝負をするっていうのは本当に楽しかったです。次はカムイ、これ北海道で、しかもコースグラベルです。なんで、大丈夫かいなと心配してます。俺が一番心配してます。なので、まあ、7月の、頭の方なんで、ちょっとそれまでに、コソ練励んで、少しはまともに走るようになってラリーに挑みたいと思いますんで、また応援してください。今回はネオチューン第3弾です。一発目、200系ハイエースのバンを入庫します。乗り心地が激変したと。ふにゃふにゃしてたのがもう全然なくなって、ビタッとこう安定してるんで。